どうも、笹山です。今回も映画のご紹介していきたいと思います。今回ご紹介したい映画は韓国映画ハチドリという映画です。この映画はですね、1994年の韓国を舞台にした映画で、そして14歳の少女ウニという主人公が描かれています。この少女はですね、特にストーリーの中で特別な事件が起きるわけでもなく、とてもありきたりな日常がこの主人公の目を通して描かれています。でそしてですね、おそらく、まあ、日本でもね、社会、韓国と社会が似てるので、まあ、日本人にも共感できると思いますし、まあ、もちろん韓国人にも共感できると。そしてこの14歳の少女は、ごくね、一般的な、人物像に近いように、おそらく描かれていると思います。なんでこの14歳という、まあ、青春期、思春期で心が揺れ動きやすい14歳の少女、よくいるその町にいるそんぐらいの女の子そのものを描き出したような作品ですので、おそらく女性の方はその時の当時を思い出せたりとか、共感できたりとか、するような作品になっているかなと思います。そしてですね、この描いている内容とかテーマが、すごい似てるということで、韓国映画82年生まれキム・ジュンというね、映画の前編としても、見れる、そうなんですね。で実際僕両方の映画見てきたんですけれども、確かに、そういうふうな、見方もできるなと思いました。はい、っていうのもこの82年生まれキム・ジュンっていう物語はですね、その名の通り82年に生まれたキム・ジュンという、女性が主人公で、まあ、この物語では、主婦の役、主人公が主婦なんですけれども、このね、ハチドリという映画は、1994年のお話で、14歳のウニです。で、この1994年に14歳ということは、生まれが80年になるんですね。ということは、まあ、2歳年齢は違うんですけれども、82年生まれキム・ジヨンと、このハチドリの中のウニっていうのは、まあ、ほぼ同じ年代に生きていると。ウニの方が2歳年上なんですけれども、ほぼ同じ年代に生きていると。で、まあ、描かれている舞台も、どちらもね、現実の韓国社会をもとにそのまま韓国社会を映像の中に持ってきたような、舞台設定、そして、もちろんそのまま韓国社会を描いているということで、学歴至上主義社会だったり、家父長制の中で、生きていると。でそして、両方女性の主人公で、女性であるというだけで、なぜかこう苦しみを味わわなければいけないということもテーマの一つとして描かれています。ということで、すごい共通点が多く、まあ、生まれの、ね、あの年齢も、かなり、近いということで、このハチドリの主人公の、ね、ウニという少女、14歳の少女が、大人になったら82年生まれキム・ジヨン の、 あの主婦のキム・ジヨンになるよっていう風な考え方をして見ていただければ、一つのストーリーとして、一つの人生として見ていただけるのではないかなと思います。はい。で、このハチドリという映画なんですけれども、すごいね、評価されていまして、各国でね、50の賞を取っているそうです。そして、韓国のね、二大映画賞と言われている、その一つの賞、チョンニョン映画賞で、なんとパラサイト、アカデミー賞、作品賞を受賞したパラサイトを抑えてですね、脚本賞で最優秀脚本賞を、取っています。だからすごい評価されている映画だと思います、このハチドリという映画。なんでぜひね、見ていただいて損はないのではないかなと思います。特に82年生まれキム・ジヨンという映画を見てね、感動したとかいう方は間違いなく刺さる映画なんじゃないかなと思います。はい。で、あとですね、82年生まれキム・ジヨンもそうなんですけれども、絶対ね、男性が見るべき映画なんじゃないかなと思います。やっぱこういう女性を描いてる映画で、苦しみを描いてる映画っていうのは、やっぱ男性が見ていって、こうね、男性には分からないような気持ちがこういう映画の中に描かれてるんで、ね、やっぱ勉強としても見んといかんというふうに僕は思いました。はい。でですね、このハチドリという映画は、まあ、キム・ジヨンの方はかなりね、フェミニズム寄りなんですよ。もろフェミニズムで、ハチドリも確かにフェミニズム的な部分はあるんですけれども、でもなんかどちらかといえば、不幸の連続があって、でもその中で生きようとしているなんか生命力みたいなものを中心にテーマとして描いているように僕は思いました。からこの14歳のウニはですね、まあ、社会から
まあ、自分ではどうしようもない、ただ普通に生きてるだけなのに、受けなあかん、なんかストレスとか、なんか嫌なこととかがいっぱい降りかかってくるんですよ。はい。で、その中で、抗えない不幸の、まあ、連続なんですけれども、その中で、自分はね、もう生きるしかないやんと。で、羽を休めたらね、死んでしまうハチドリのように、まるでそのハチドリのように、もうね、必死に生きています。はい。でも、必死に生きて、辛いことの連続で必死に生きてるって聞くと、なんかすごいね、嫌な、本当に大きい事件とかに巻き込まれてるようなイメージがあるんです。あるかもしれませんが、そんなことはないんですね。本当に、僕たちのでも起きてしまいそうな、現実でよくあるような、日常のちょっとしたことの積み重ね。でもそれが、この映画の中では、不幸の連続で、なぜか、自分たちはね、そういうふうなこと、まあ自分たちも経験しているようなことを、この映画の中の、14歳のウニは、経験して、抗えない不幸の連続の中で、なぜかこう、もうギリギリにこう見えるんですね。はい。で、羽を休めたら死んでしまうハチドリのように、本当にね、パンパンに膨らんだ風船を針で、ちょんって刺したらパンって割れてしまうような、なんかそんな危うさをすごい、感じます。それがまた14歳のね、思春期の心の揺れやすさとかも、あるんかなと思うんですけれども、だからこう、なんかね、ちょっとどっかにね、こうなんか死を連想させるような、本当にギリギリで生きてるような、感じが、あるんですね。でもね、そのギリギリで生きているからこそ、ウニがね、嬉しいことがあったりとか、して、で、そこに、なんか生きてることに意味をこう見つけた時とかにですね、こちら側としたら、すごいね、なんか勇気づけられてるような気がするんですね。元気をもらってるような元気がもらえるように感じます。はい。だからギリギリで生きてるけど、でも、確かに嬉しいことがあって、そして力強く生きてると。で、この映画の中では、まあ、この韓国社会というものを、否定的には描いてはいないんですよね。決して悲観的ではないんですよ。どこかでも辛いことは確かにあるけど、でも世界は美しいんですよ。生きることに対してこうかなりポジティブに、描いてるような映画なんで、僕はね、すごい元気づけられるし、いい作品なんじゃないかなと思いました。まあ、それプラスですね、まあ、女性的なフェミニズム的な部分もあるので、そういったところも、こちらで、まあ、例えば、お母さんがですね、ずっと空を見てぼーっとしてね、で、この主人公鬼が喋りかけても全く反応しないんですよね。これはね、もう家庭でね、もうすっごい、まあ、暴殺、まあ、家庭で、この鬼のお母さん、主婦やってるわけですけど、まあ、辛い、家事もやらなあかんし、で、働きに出なあかんし、でも働き詰めでね、で、家おったらね、もう、その、まあ、お父さんおったりとか、まあ、誰かいたらこう世話しなあかんわけじゃないですか。で、そんな中で、唯一ね、こう自分の 心がね、安心できるというか、暇というか、ぼーっとできる時間が、まあ、団地住まいなんですけど、まあ、団地住まいの1階まで降りて、本当に何もない地面で、ただ空を見上げると。その時間だけが唯一、その心のね、休憩みたいな。で、その時にウニが喋りかけたら、もうね、もう全然反応しないと。はい。で、まあ、そういうのとか、まあ、男性から見たら、ちょっとね、びっくりするんじゃないかなと思います。はい。もうすごい大変で、休む暇もないんやっていうのが分かりますね。ということで、まあ、男性もそういう見方をすれば、ちょっとね、女性の辛さとか、そういうのも学べる部分もあるかなというふうに思います。はい。まあ、そしてね、まあ、先ほども言いましたけど、やっぱ何より、抗えない不幸の連続、もうどうしようもない不幸がずっと起き続けるのに、決して悲観的ではなく、嬉しいことは確かにあると、そして力強く生きてると、まるでハチドリのように生きてると、そのような、ね、元気を与えてもらえるというところで、めちゃくちゃいい映画かなと思います。そしてですね、このね、主人公、ウニだけがハチドリではなく、どの登場人物も、決してね、悪役がいないんですよね。悪役じゃなくて、どの登場人物も何かしら抱えてるんです。何かしら抱えて、そして、まあ、主人公のウニと同じように、ハチドリのようにですね、ギリギリの中でみんな生きてるんです。みんな強く生きてるんですよね。で、そういった描き方が、なんかね、その主人公のウニだけに感情移入するんじゃなくて、他のね、登場人物にも感情移入できるようなね、こう全員の登場人物がすごいね、何かを持っていってこう立ってるような風に思いました。ということで、結構ね、感動できるような映画でしたね。はい。
でストーリーに起伏がなかったりね、事件が起きづらかったり、ありきたりな日常とかね、あと誇張していない表現とかね、まあ、音楽とかも全然誇張しようとしないんですよね、なんかバンドのなんかサビを使ってドーンと盛り上げようとかいうのでもなく、なんかシーンとした音楽をただスーッと流すと、はい、まあ、それが絶妙でめっちゃいいんですけど、まあ、そういう風にストーリーに起伏がない、事件が起きない、ありきたりな日常っていうとつまらない映画の印象 を持たれるかもしれません。で実際にね、こういうストーリーに起伏がない映画で、最後まで見てられないような、結構ねつまらない映画っていうのは結構あると思うんですけれども、でもこの映画に関しては、ストーリーは平坦なのにもかかわらず決してね、飽きない映画になっています。はい、っていうのもやっぱりね、主人公ウニが、普通にねすごい平凡な女の子でもではあるんですけれども、でもやっぱ思春期ということで、まあ、興味があるようなことがいっぱいあって、まあ男の子とね、初めて、キスをしようとしてみたりだとか、あとちょっと悪いことをしてみようだとか、あとねいつも漫画を描いてるような暗そうな性格に見えて、こうちょっとクラブに行ってみようとかで、クラブに行って踊ったりだとかね、そういったなんか初めて、この14歳の子がやる、初めてやってみたみたいなこととか、あとそのキャラクターにはちょっと合わないというか、ちょっと違うような行動を取ったりとかするようなことで、すごい起きていること自体はすごいありきたり平坦なんですけれども、そのちょっとしたギャップとかでこうずっと見続けられるなと、この主人公の魅力で見続けられるなというような映画です。はい、ということで、絶対にねこの映画見て、後悔することはないですし、元気おそらくもらえると思います。で特に男性は、見るべきなんじゃないかなと思いました。はい、で僕もねこのねハチドリという映画まだ1回しか見てなくて、1回ではねなかなかね全部吸収しきれてないような気がしますね。多分この物語は誇張してないような物語なんで、どちらかというと見る側のこのどういう情報を拾うかっていうような、その選別能力みたいなのが結構試されるというか、だから女性は分かるとか共感するっていうのがボン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 出てくると思うんですけれども、まあ、僕とかそのちょっと鈍感な男性からすると、あんまりねフェミニズム的な要素をこう拾い上げることが難しいんですよね。あんま見つけれてないんですよ僕は。ただそのウニという14歳の思春期真っ只中の女性の心の揺れ動きとか、その中で必死に生きてる、そこに元気をもらうっていう部分しかあんまりまあこうまだ得れてなくて、ここからねもう一回まあ何度か見て、ちょっとね、いろんなそのフェミニズム的な要素も拾い上げていきたいなと思います。ということで、まあ、何回も見れる映画でもあるんですよってことですね。はい、ということで、今回の、映画の紹介終わりたいと思います。もしこの動画が良かったらグッドボタンお願いします。あとチャンネル登録もお願いします。